なやこれ。ヘル。赤いボールを地面につけろ。赤いボールを地面につけろ。あれ？ここかけへんやん。え？え？え？なにこれ？ここかけへんで。勢い足りんか。はぁ？不可能やんじゃ。無理やん。敗北やん。わかった。今、フックの落ち方を見てひらめいた。ほら！これが自然のシーソーになっての今、見ました？わかりました？よっしゃ！いけ！あー！いけ！いやー、勝て！ゼロ式ドロップがやばい！お！いいじゃん、これ！え！お！来い！来い！来い、ピンク玉！落ちろ！落ちろー！よっしゃー！いたか！ヘル！クリア！描いたものを10個以上画面内にキープして。うわ、なにそれ。え、10個以上ってどうすんよ。無理やって。憂鬱思い出せ。こうか？おい、何して、これパズルちゃうやろ。これ、どこが物理パズルやん。これ指は離せなかったら線が重力で落ちないという性質がある。これやろ？でも指離す、でもこれで1個やろ？要は。一筆書きみたいなもんやねんから。なあ。あ！あ、そういうことか。この時点でこれ引っ掛けれんねや。はあ。じゃあこうでいいやん。ああ。ああ、粘れー。うわあ。粘れ。苦しい。苦しい。3、2、1。はよ。はよ。3、2、1。早く！いや、これもう書いたらあかん。で、指離したら、下の部分が判定なくなるわ。3、2、1、3、これ、八百長や。1、3、絶対いってるやんか。くそ、これ動かすか。邪魔やな。2、1、よっしゃよっしゃー。それぞれのビーカーに一本ずつ入れて。今のテクニックは必須や。必須なんや。はい、素晴らしい。素晴らしいです。いいですよ。はい、ゴミはこっちに捨てます。これやな、これを左に持っていきたいな。左が動いた直後に高速で右埋めてくる。またむずいこと。いや、やる。やったー！いやあ、いや、あのさ、俺の地元の友達がさ、車を貸してくれる言うててさ。で、ただな、やっぱりその、渋滞がえげつないらしいね、ほんまに。で、多分、明日、俺らのアホみたいな予定ではさ、朝8時に出て、まあ普通に3時間ぐらいかけて、あっちにお昼前に着いて、うどん2、3軒食べて帰ってくるみたいなイメージやったやんか。ただ今配信してコメント欄とかで協議した結果、多分渋滞でその3倍ぐらいはかかるんじゃないかっていう。え、まあ、確かにそれも思い出にはなんねんけど、ただうどん屋さん、しかもうどん屋さんも結構並んでるらしいね。うどん屋さん自体も。うん。で、しかもうどん屋さん閉まるの早いやんか。うん。だから、明日朝8時に出たとしても、9時間ぐらい、まあ、5、6時間かけて香川県に着いて、何にも食えずに、また5、6時間。しかも、帰りの渋滞の方がえげつないらしくて。で、
合計、もう12時間以上、お侍が運転することになるわけよ。でもあなた、ちなみにやけど、その15時間、うどん食うだけのために15時間運転ってできます？おお、素晴らしい。聞きました、皆さん。イージーゲームですって。いや、聞こえてない、聞こえてない。俺が今代弁しただけやから。うん。だから、あ、じゃあ別に体力的には大丈夫なんや。え、じゃあちなみにやけど、今さ、その、だから渋滞回避するためには、今日の朝とかに、朝ってほんま早朝な。それこそ今から奈良行って、俺の地元奈良やから奈良行って、12時、1時ぐらいから奈良から出発して、明日の朝に香川着くっていうスケジュールはどう思う？あれ、イージーゲームじゃない？それは。ハードゲームか。さすがに。うん。電車は？じゃ、電車だ、高いの。ほら、ちょっと待って、ちなみにさ、あなた今お金あるん？愚問やんね。そうそう、確かにね。聞く方が悪いわな。な、何、何？何？ああ、でもしんどくない？マジでしんどくない？あんまり？俺じゃあ全然車中で寝とくで、じゃあ。じゃあ、そうする？お、すごい！お侍、いつでも行けます。私は。お侍はいつでも行けるらしい。えげつない覚悟。ちょ、聞いてみよう。あ、もしもし？いつでも行けるの、あなた。えげつない覚悟やね。いや、でもな、でも、ちゃうね。今、ツイッター動画でさ、その、俺が行きたいところが、その、香川ナンバーワンと言われてる、うどんバカ一台というところやね。釜揚げバターうどんっていうのがすごい美味しいらしくて。ただ、そこが、朝6時開店らしいねやんか。で、朝6時開店やねんけど、今日のその、ツイッターでバカ一台で調べたら、朝6時に200人待ちとからしいねやんか。待ち時間、5時間待てるの？嫌やって、俺うどんのために5時間も待ちたないもん。いや、ないけど、うどんのために5時間待つのって。じゃ、なんであんたそんなやる気なん？普通に考えてちょっとハイになってるって、うどんのために5時間待てるか？いや、どうしようかな。ちょっと待って、じゃあ俺、ちなみにあなたはじゃあ全然いけんねや。了解で、ちょっと待ってください。はい、はい。やばい、ちょっと待ってくれ。あいつがやる気になってる。どうしよう。きつい、きつい、きつい。しんどい、もう。いやいや。5時間待ちたくない。もしもし？さ、スペシャルプランが生まれてさ、フェリー、神戸のフェリー、ジャンボフェリーってのがあって、それが深夜1時から、空きがあんで今自由席。で、それが往復3900円で、すごい安いらしいねんか。一人。おう、そうそうそう。だからそれで、今から、あなたどこ今？あ、自宅？うん。うん。あ、じゃあ、そっから、梅田合流して、梅田から神戸ジャンボフェリーんとこ行って、1時に搭乗やから。いいっすね、これ。で、高松港に着いて、あっちの。香川の。で、その高松から歩いて2、30分で、そのナンバーワンのバカ1台ってとこあるらしいんやんか。で、そのバカ1台食うて、往復券使ってフェリーで帰る。そう。どう？オッケー、じゃあ、これで行こう。ということで、香川行ってきますわ。まあ、俺のツイッターで随時報告しながら、配信できるとこは配信して、行ってきます。どういうことやね。いや、だから、今説明したでしょ？神戸駅の電車とは真逆の電車に乗ってしまいますし、終電に間に合わず、結果神戸には行けずと。どこなん？今大阪ですね。大阪の公園にお侍と一緒に来てます。どこで気づいたんだ？自分の最寄りの駅乗って、5駅目ぐらいで、あれこれ全く逆の方向行ってんなと思って、大阪とは。あんなにウキウキで出発してんけどな。フェリーはね、もうキャンセルしました。ちゃんとキャンセルしたんで、よかったです。お侍なんて言ってんの？お侍はあれよ。しかもお侍、電車の駅のホーム、大阪駅のホームで待っててくれて、その、切符をなくして、駅員さんに怒られてたわ。うん。だから今日はね、なんかいろいろあかんかってん、多分。いろいろ。俺も、お侍も。香川行ってたら多分死んでたわ。これはもう、良かった。うん。神の啓示やね。
横浜行ったんですよ。その時は横浜ファンの子と俺二人で行って、一人ずつ見ようと。離れ離れで。横浜ファンの子はライトスタンドで、横浜のスタンドで見て、俺はビジター、レフトビジター席で見ることにしてさ。一人っきりで見て、一人っきりの外野スタンド、もうすごい心細くて。外野のさ、外野スタンドの一角ってさ、やっぱ、わざわざ横浜スタジアムのビジターに外野スタンドで声出し応援しに来る人って、もう基本的に濃いメンツしかいないじゃないですか。だからもうそのね、外野スタンドのビジター席でもう一つの村みたいな集落が出来上がってるんですよ。で、俺の横にいたおじちゃんとかも、すごい、もうびっくりするほど元気で。おー藤子ちゃん今日来たのーみたいな。で、しかも、その藤子ちゃんもなんか男の人やね。男の人で。藤子ちゃん元気してる今日来たのーとか、おー、なんでりんちゃん今日買ったらええなーみたいな、もう、すーごい元気のいいおじさんでさ。で、その元気のいいおじさんの横で、俺は初回から心細く一人で、ヤクルトのことを応援してたんですけど、やっぱ、その外野スタンドって基本ね、声出しながらね、応援歌とか歌うねんけど、やっぱ俺初めての外野スタンドやったから、ちょっともう、ビビってもうて、全然、もう、声出せなくて、やっべえ。あかん、はずい。こんな一人でこんな応援歌とか歌えへん。どうしよう。なんかめっちゃもう、隣のおじさんも、すっごい大きな声で歌うし。で、しかもなんかこの、わかる?身振り手振りでな、やりはんの。この、山田哲人ちゃうわ。誰や。いろいろおるやんか、まあ、その青木とかもそうやけど、身振り手振りでね、川端とかも出てきた時身振り手振りで応援しはんねんけど、もうそれがもうすごい全力やねん。全力。見てて恥ずかしくなるぐらい全力。で、しかも俺、まあ芸人やってるじゃないですか。で、普通に舞台とかでさ、みんなとライブとかもして、やっぱ芸人ってやっぱ声でかいやん。当たり前やんか。ライブで声出すんやから。お客さんに向けてね。で、自然とやっぱ腹式呼吸で声出て、もうやっぱ同期とかその先輩後輩とか全員声でかいんやけど、もう今まで出会って、た人間の中で一番声でかかった右のおじちゃんがマジで俺もう5回裏あたりからもう右の耳鳴りがすごくてうるさすぎてあ多分なずっと多分通ってる人やと思うんすよ応援しに外野スタンドでだから常に腹式呼吸で腹に力入れてしゃ応援してはるからもうでももう全然レベルが違ったすごかったよほいで、何俺がさ、そうやって黙ってさ、もう押し黙って、あなんかその、何かヒットとか打ったら、こうやって、中学生みたいに、手拍子でこう、わーとか、小さい声で、おーとか言うてたら、5回裏あたりに、サンタナがなんかホームラン打ってん。外国人、助っ人外国人のサンタナっていうヤクルトの主軸のバッターがね、スリーランかなんか打って、うわーもうどんちゃん騒ぎよ。うやーってなって、俺もまあ多少ちょっと、一応傘を持ってたから、ってやってたら、おー君静かやねーもう多分察してたよな、ずっと。おー君静かやねーってもう、すごい、うわーやべーはずい絡んでくんなよきっついわ、これとか思いながら。そうなんですよ、ちょっと、初めての外野応援で。あ、そうかーもっと声出した方が楽しいでー言われて、もうすごい恥ずかしかったー。まださ、そう言われんかったらさ、周りもこの子静かやなとか思ってたら、まだ過ごせるけど、それ静かやねーって言われたら、俺がそれ以降静かな、全員にわかるやんか。きつかった。関西じゃないよ。もちろん関東弁やんけど。もうすごい恥ずかしくて。晒し上げ。でも、ただね、その試合結果で言うとさっき言ったら俺負けたけど、試合展開で言うと、めちゃくちゃ面白い試合やったんですよ。それこそ最初横浜が点入れて、ヤクルトが点入れて横浜逆転して、またヤクルト追いついて、また横浜追いついてみたいなもう、シーソーゲームで。5回以降。で、最終的には横浜が、サヨナラ勝ちで決めたんですけど、そうそう、点も、だから、もう自然と俺もさすがに気分高揚してきて、もう7回裏以降はちゃんと声は出してたわ。しっかり。うん。だから、で、実際声出すようになって思ってんけど、めちゃくちゃ楽しいわ。
外野スタンドでの応援。確かに。あれね、なんかね、ハマるな、あれね。一人やったけど。確かに外野スタンドで声援を気にせず声援、声出しながら応援するのって楽しいな、あれね。盛り上が、そう、だから、おっちゃんは間違いではなかったのよ。一皮向けて、おっちゃんのおかげで一皮向けて、俺も。ただな、まあ、それでおっちゃんありがとうって言いたいねけど、その8回裏ぐらいかな、俺がトイレで席立って戻ってきたら、俺の座席にビールぶちまけられてて俺のお気に入りのゾウさんバッグがビールでびっしょ濡れになってて、それに対して一言もなかったのはひどいと思いますけどね。ええー、あれはちょっと俺はもうこれもう絶対やってるやんとか思いながら、しかもそれ以降おっちゃん全然声出さへんかったしな。絶対対、あれ、おっちゃんやね。でも、な、今までのノリで応援できへんから、そんなことして。すーごい、めちゃくちゃ静かなったもん。あのゾウさんバッグ楽天で1000円やし、別に、いや、でも、あの俺、だから、横浜の街にあのゾウさんバッグ捨ててきたからな、結局ゴミで。もう持って帰れへんぐらいビール臭なって。あれはね、ちょっと悲しかったな。風俗の話。ああ、そう！深夜2時ぐらいにさ、ちょっともうなんか、そのライブ後をやって、なんかこう、テンション上がって、ちょっと呼びたいなってなって。で、まあ、そんなもう深夜2時からまず受付してくれるとこがあんまないんすよ。で、適当にネットで調べてたら、まあ、そう一件あってね。で、電話するじゃないですか。おいだら、まあ、ピンポーンとチャイムが鳴ってね。お、来た来たと。まあ、でも、それはもうお金はしっかり払ったわけやから、ここはもうお金払った分しっかり満喫しよう、ということで、オレンジオートロックでさ、そのあれが見えるわけ。そのチャイムのところかな、インターホンのところは見れんねんけど、もうそのインターホン越しでわかるのよ。質量がえげつないと。もうほんまに、まあ、俺もそんなしょっちゅう読んだりさ、言ってるわけじゃないけど、その大体なんかわかるじゃないですか。インターホン越しで、あ、可愛らしい方やなとか、結構細身やな、ちょっと太いなとか、もうそんなレベルではなかったね。もう、インターホンの、三分の二以上を覆い隠す、マジで、とんでもないシルエットやったのよ。わーっと、これはいけない。これはいけないぞと。うん。写真とか見ない。いや、だからそれも後で言うねんけど、まあ、で、インターホン越しで見て、やっぱ、でけえ。でけえ。マジ、なんかこう、気持ち的には、進撃の巨人みたいな、こんなでかいものを見たことなかったの、俺は。インターホン越しで。こんなでかい人間を。ただ、まあもうここまで来てもうてんからしょうがないと。だじゃあ、何丸何号室ですーって言って、はいー言うてね。そこのイントネーションでも俺ちょっと、うんって思ってんけど。で、まあ部屋番号を言って待っててんけど、もう待てど暮らせど来ないの。俺の部屋番号に。俺の部屋に。どうしてあれ遅いな。言うて、そんな、俺の家ってそのマンションやけど、ハイツみたいな感じなんで、その別に階層、7階、8階とかあるわけじゃないんですよ。あれって部屋番号教えてんの遅いなぁと思って、俺も心配になって、ちょっとガチャって、玄関開けたら、はぁ、はぁって、すごい吐息が聞こえんの。で、深夜やからさ、もう静まり返ってるわけやんか。その、静寂の中に、すごい吐息が聞こえんねんか。いや、どうしたどうした何って思って。で、俺の家って玄関開けたらすぐ目の前が階段やねん。で、ゆっくりその階段を、で、その、でかい巨体がな、まさに進撃の巨人みたいに、ゆっくり上がってくんの。やっばい。あ、これは、階段登るのも精一杯なぐらいのレベルの人間が俺の元にと思ってぐわーって上がってきて俺の目見て、あーお兄ちゃん、私膝悪いね、でも完全に失敗したこれはやばい、中国語よ、中国人だ、デブい中国人だ、チャイナだ、もう、初めて見たもん。あんなレベルの、デリヘルで。
しかもそこそこ普通の値段の。でさ、もう、ほんまに、別にその階段も別にその急じゃないのよ。普通の階段やけど、もう、自分でね、上がれないレベルの、ちょっと、ふくよかな方で、正直さ、その、風俗とかさ、デリヘルとか呼ぶ人やったらわかると思うけどさ、できるだけプレイ時間って長い方がええやん。そんなもん。だからその、店によってはその、シャワーの時間帯とかも含めたりするから、もう、あらかじめシャワー自分浴びといて、もう、とにかく時間を、長く、そらお金払ってんねんから、できるだけ時間を長く、プレイ時間長くしたいんだけど、俺初めて、もうその、階段から俺の部屋までの間をプレイ時間にしてほしいぐらい、わかる？もう玄関入らんでええわ、もう。そのこの階段から俺の家までもプレイ時間に含めてもいいから、とにかく、時間を今切ってくれと。タイムカード。そこの階段からタイムカード切ってくれ。思うぐらい。でも、もう、ほんまに膝がパンパンで、俺もう見たことないぐらい、膝が、あれ、ほんまに腫れててん。真っ赤っかやったのよ。両膝が。確実に糖尿病やな、あれ。もう、色もなんか、黒いし。これ、だから俺も、その、もう、一人で来れなさそうやったから、俺が階段まで行って、ちょ、大丈夫っすか？ああ、大丈夫ね、って言って、もう完全に中国人やね。もう完全にチャイナやね、ほんで、その人も。んで、その階段から、玄関まで送ってあげて、で、なあ、でもさ、なんか、チェンジとは言えへんやん。俺、そこまでの度胸ないね、正直。やっぱ、な、相手のこと考えちゃうから、ある程度。ここで、あ、もう、出てけとか、チェンジとか言えたらかっこいいんやけど、言えへんから、もう二人でも、そんな、これ、もう無理やって、申し訳ないけど、ただ、もうほんまにプレイは無理やって。うん。もう、あの、そんなんじゃなかったの。ほんま、興奮するしないとか、立たないとかじゃなかった。人助けとかのレベルやって、もう。だから、もう、50分ぐらいから、だから階段からの時間とかも含めて、もう45分ぐらいかな。とりあえず、会話を埋めるために、ゴメスを出して奇跡的にその人も猫飼ってたから、もうそっから飼い猫トークで40分、飼い猫トークで40分埋めて、しっかり何もせずに帰ってもらった。あれはきつかったな。だゴメスが本当に頼りになった。ゴメちゃんおってよかった。あれはでもねその帰ってもらっても結局プレイもせずに、もうその方に帰ってもらって、いやもう今日、ごめんなさい、もう疲れてね、ちょっと話したいだけやったんですよ、つって。あ、そうなの、つって。で、でもまあそのトークの間も、で、ここ、いいね、うち、あそこだよ、つって。なんか、奇跡的に俺の家の近くに住んでるらしくて。それもちょっと怖かったんけど。あそこの、高架下のあのマンションに私住んでるよ。あ、そうなんですか。よく通るよ、ここ。よくここ通るよーって言われて。あ、そうですかー。た、怖い。うわー、攻撃的なサソリ31。やばいってもう。来たぞー。やばい、これは、まずい。電力が。あーけーん、やばい。えげつない数や。あらー、ケジマ死んだ、やばい。あー、ビセンテ泣いてるし。何泣いてんねんお前はよお前、いつまで泣いてんねんお前。もう泣いてる場合じゃあかんて。この女の子攻撃できんねんから、お前が守らなあかんやろ。うん、あ、ビセンテ起きた、ビセンテ起きた。ずっと泣いていたビセンテ、俺が剣を救うんや、俺が剣を救うんやで、救えよお前。こいつ目の前で逃走しやがった。ゴミクズのようなこの精神力。早く
なんでお前、何してんねんお前は、うんこたれ。ああ、ケジマラカ、民事上のおっさんめっちゃ死ぬやんけ。お前もうあと初期メンツしかおらへん。よいしょ、剣だけはお前うちのリーダーやぞ。治療せ治療、オッケー。サソリなんかえらいベッドに、やーやばい。いや、こいつ殺せ、勝てるやろ1対1やったら。うら、剣を、剣を救え。お前何が、お前何ができんねんこいつ。おい、よし、やば、逃げろ。もうこの子さ、戦闘ができひんねん。戦闘能力ないとかじゃなくて、すげえダサすぎる。味方の埋葬されてる墓の前で、おっ、あっ、剣、あー、剣が死んだ。あー、備前でも死んだ。ど真ん中に一人だけ、この子だけや。遠征行って、奇遇で逃げな。お、遠征行け、逃げろ。戦闘スキルが1以上の生存者、うざ、よっしゃ、奇遇で飛び立て、早く。こいつ何してんねん、ずっと。遠征行けて、遠征行け、遠征行けよ。何してんねんお前、遠征行けて、気球乗れて。気球乗れって言ってるやろ、遠征行け。今多分つ睡眠とかじゃないねん。なになになに、腹をすかせた害虫って何よ。お前もうカマキリも入ってきてるやんけ、もう終わりだ。こんなにいっぱい作ったのにお前10時間以上かけて、カマキリも入って、あっ、やばい、誰が来た、救世主や。フードをかぶったその男、クリスタ・カーター、やばい、女主人公クリスター。お前戦闘能力なんぼや。戦闘能力ゼロ。ああ、ああ、クリスター、終わりやね。誰がなんか生きで生き返ってけんかなこれ。終わり、やば。え、これもしかして見えてる範囲の場所全部いけるの？天空じゃないですか。ふっ、うおー、うわ、始まる。ドラゴンいる。あ、なんかおったな、ブレワイにも。あんなドラゴン、ティアーズオブキングダム、ゼルデン、BGM、伝説の久石譲さんじゃん。なあ。うわあ、もうやめてええわ、なんか。満足しちゃう。加速。うわあ、すごいね、つかみはバッチシじゃない。これでどうすんのこれ、なんか芝居てたな確かな。おお
すごい、思ってたのと逆やけど。ちゃうちゃうちゃう、ちょっと待ってくれ。あ、お、意味わからん、潰してもうた。返してくれ、俺の時間。飛び込む。はっ。ちゃうちゃうちゃう。はっ。いやー。あかん、リンク死ぬぞ、あかーん。大丈夫かー。これやばいわ。あかん、これ、もうええわ、俺、今日で終わるわ、配信。ごめんな。これ配信でやりたない。俺は、このゲームを配信でやりたくない。やりや、皆さん。これ、買いや。ええ、プロモーションになったやろ。な、買いや。これ、神ゲーやわ。うん。間違いなく。なんで消えんねん、お前。ちょっと待って。ああ、ちょっと待ってくれ。なんで消えんねん。おい。ワンピースやん。ワンピースやな。マジで。ワンピースやん。デレデンデンデレデンデンデレデンデンデレデン。デレデンデンデレデンデンデレデンデンデレ。姿勢の良さエグいな。見てくれ、これ。理想的な。ゾロとサンジ仲間になった。もうゾロとサンジ仲間になったやん。喧嘩してんな。やめろよ、おい。喧嘩すんなよ。ゾロとサンジ。俺もう31やぞ!恥ずかしい!猿のゲームで、ワンピースごっこして、何してんねん、これ。マジで恥ずかしい。パイレーツオブカリビアの BGM 鼻歌で歌って、そんなことしてたあかん。でもマジ猿のゲーム出せよ。もっと猿のゲーム出してくれ。あのさ、人類が猿になるまでのゲームめっちゃおもろかったやん。結局俺人類が猿にならんかったけど。あの手の、ああいう、猿やね。人、うわぁ!やばい!ゴーイング武田号が。うわぁ!やめてくれ!おい!ゴーイング武田号が。やめろー!泣いてる!ああバグが、バグ炎上。泣いてる。ゴーイング竹田号。ウォーターセブン編。エニエスロビー。ここでもええの?あ、ここでもええねやん。勇者が見えやすいようにめちゃくちゃ高いところに作ろう。勇者が空飛べたらどうすんの?大砲で撃ち落とすわ。さあ!この、大、すげえ!でーでーでー。BGM 完璧。すごいぞ、これは。虹の雫。てか、これ、よう考えたら、俺が虹の雫作る祠やから、勇者関係ないやんけよ。なあ。俺が作る台座やんけ。何してんだよこれ。闇を滑る孫、うわぁ来たー、勝負。おい、車乗れるんかこれ。来たー。結局な、この世で一番何が強いか、車や。車が一番強いんや、ボケー。竜王も車には勝てない。これがビルだよね。人間の力やね。俺、魔法トーン聞かへんねんけど、なんで?すごいから?階段作ったから?魔法使わんから。お前やんけ、俺魔法使わんやんけ、そもそも。見くびってたら、過大評価してたな、竜王。俺はこの旅で魔法を一度も使ったことがない。
車しか乗ってない。わかるか？車やねん。なあ！弱いの！どうやらそなたの強さはそなただけの強さではないようだな。そうか。自らが作り出したものの強さということか。そのような力にはわしも本来の力を解き放たねばなるまい。来たで。そうだ。え、なに？武田よ。本来の力を見せる前にそなたにもあやつと同じ問いかけをしようではないか。武田よ、世界の半分と引き換えにわしの味方にならんか。ならんわ。迷うことはあるまい。そなたは世界を救うべき勇者ではないのだ。ルビスの課した責務とやらももはや関係ないはず。心配するな。そなたには闇の世界を与えるようなことはせぬ。そうだな。そなたが自由に物を作れるビルダー。いらん、もういい、いや、いいです。ごめんなさい。俺もう物作りとかいらんから。もういらんね。ほんまに。しんどいね。いらん。もうあの、でっかい階段作ってもう満足です。もうほんまにいらん。もうマジでいらん。ほう。では良いのだな。もしそなたがわしに負ければ、そなたが築き上げた町も復興した村も、助けた人々も出会った仲間も、何もかもすべて滅びることになるのだぞ。本当にそれで良いのだな。ええって。めちゃくちゃでかい階段作ってもらう。行くぞ武田、我が真の力、姿、見せてやる。車あるから行けるて。車やねんて。車。うわ、出たー。真の姿。かっこいいよな。シンプルな竜。竜王。でかっ。竜王の力、ええー、ちょっと待ってくれ。は？嘘や。何もなくなった。あ、ヒゲのおっさん。メルキス。熱い。これはあの伝説のゴーレム。だが、ありがとう。あ、あのなんて名前やったっけこいつ。元老は。元老は。あ、あのあいつ。最初の村のあいつ、おっさん。おっさんや。ち、いらんて。こんなんいらんて。あ、あの雪の部のおっさん、すごい。石垣50個くれた。やばい、なに、いや、わからん。合ってんのこれ。おっさん渡してきてんから合ってんねんな、これ。合ってない。なんやねん。渡してくんなよ。使うかもと思うやんけ。よっしゃー、くたばれー。おーいし。いや、ちょっと強かった。わあ、すげえ。階段。階段が。作ったかやったわ、これ。ええやん、白やんか。見てくれよ、お前、この、立派な建造物。いやー、やりましたね。帰ってきた。帰ってきた。あ！BGM が。空が綺麗。素晴らしい。なんで行けへんねん。行かせろよ。なんでお前ここ見えないカメラってんねよ。ふざけんなよ。これ今青い空の下を守れ方ての祠の上で、この全世界を見渡す。それで、終わりでしょうが。こいつが主人公か。ずっと口開けてんのか、こいつ。あ？え、危ない危ない危ない。あ、鹿や。危ないで。奥から。うわー！嘘やろ。野生の鹿をかばって、キャラクリ直後、武田死亡。転生し、なるほど。そういうことやな。なに。なんや。ただの鹿になった。えー、
なあ、あいつ、玉座に座りしは、鹿キング。目線にモザイクあり、えげつない、この胸筋。未来の自分、第四の警官。かっこええ。エルデンリングやん、もう。この年末にやる言うてたけやらんでええんちゃうか、これ。よっしゃー、未来の自分。うおー、鹿の呪い、第五の警官。いや、それ。第二形態もあんのか。トトーン。くたばれー。まだあんの？逃げよった。あ、俺も行った。なに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 、最終形態が？すごいやー。パーパパパーパッパー。おお、角取った。そして鳥居に角が、犬！あ、仲間に熱い、熱すぎるなんて展開や。そして、こいつは、体を合成させることができる。俺が、機体に乗り、あ、痛い！やばい、負ける負けちまう。よいしょ、よし、バリア、よし、攻撃せよ、俺からも攻撃せよ俺からも攻撃しろよ。いっ、じゃあ攻撃、どんでくる、バリア、違う、だかやば、あと一発くらいで死ぬ。バリア、危ねえ、あと一発ずつや。どっちで来る？で、ジャグだ！ダーよっしゃあぶねえ。むずいって。終わりだ。撃つ、撃たない。撃つよ。自分に終止符を打ったね。こんな鹿は生まれてはいけないのよ。未来の自分って言ってたやろ、これ。俺は強くなりすぎた。こんな鹿は存在してはならない。何この、ええ感じの。終わり方。今まで何体もの自分を倒し続けてきたのか、こいつは。どのルート辿っても多分これになるみたいな感じなんかな、おそらく。あ、多分そういうことやんな。ほんでまた過去から自分がやってきて、歴史は繰り返すと。おもろかった！撃たないで新ラスボス戦らしい。嘘やん！マジで？ちょっとそれを聞いちゃやるしかないでしょう。さあ！では、この未来の自分を倒し、現在の鹿が取る行動、それは、さっきは殺したが、歌ない。すごい、お互いが認め合って地響きが、なになに、ほんまにあるんじゃん。すごい、二つの鹿のボタン。何をするんですか一体。
ああ、このロボットが、シカロボ、どうする気やお前。この世界そのものをお前なくすつもりかも。全部吸い込みやった。避けて通ることができない未来があるのなら、いっそのこと、ああ飲み込んだ。うわあ、生の鹿になった。え？でっけえ。これアースじゃん。アースの上に鹿が一匹。そして、あれは、太陽？それともお月さん？これは一体何なんや？精神世界か？かわいい。最初に作ったやつや。ラスボス、あなた。なるほど。俺があの場面で転生したからこの鹿が生まれたんや。だから転生する、しないために、俺自身を殺せばいい。そういうことなんやな。武田！うわぁ！うわあ、あ、やめた、全部吸いてくれ。ちょっと待って、意味わからん。助けてくれ、怖い。いやあ、死ぬ。いやあ、どうすりゃええねんこれ。どうすりゃええねん。よし、うっ、無理やんけ。無理やんけよ、こんなん。起きた。よし。ジャンプで。ドン、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 ドン。ここで、ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、エド、痛い。よっしゃ、終わったか。逃げろ武田、武田ちゃん、鹿、すげえ、踏み伸ばした、突き取った。お、かっけえ、黄金ボタンやん。くたばれたけど、心なしかたくましい背中になって。お前は鹿の中の鹿だよ。あ、ミスった。危な、俺雪まで落ちんじゃん俺。ちなみに雪まで落ちたら終わりです。投げるか？投げよう。投げようもう。あが、もう あと2ミリや。2ミリしか残ってない。闘志が。あーあー、もうあーが1ミリ。あー腹立つ。あーあー、イライラする。やばい、猛追してる。俺の中での、イライラゲームランキング。座禅が絶対に1位やと。圧倒的王者やと思ってたのに。何してんだよ、もうそこ休んどけ。もう
何をしてんのお前は。もう、はい、積んだ積んだ、終わり終わり、もう石より向こう行けへんしなあ、動かんし、もう石なんやねん、そんな技あれやった、最初からやりなさいよ。こいつ今ワープした、ワープ、もれだから、もう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 しか出えへん、もうもうしか出ない、もうあかん、座禅一歩手前まで来てる。これ座禅はちなみに不機嫌になって喋らんようになった、喋らんようになった。これまだあれやで、まだいけてるわ。そーあひひひ、あぶねえ、あ、落ちろよ、もう落ちたらやめれんねん、これ、ちくしょー、落ちろよ、落ちたらお前、俺登らなきゃいけない、くそー、これ楽しい、このギミック楽しい、くそが、もうつ、あれなんでお前、あれ乗ってるやんか、乗ってるやんか、でやー、ははっ助けて、めまいがする。うるさいわ。俺が一番めまいしてんねん。やかましい。これでも一発でいけるわ、皆さん。見といて。俺どれだけ上手くなったか。見ててほしい。ちょっと探そうぜ、なんか、なあ。ちょっと、まあ、絶対、後で、また今度しよう。ちょっと今度は絶対するから。絶対今度する。絶対今度するけど、今日はとりあえず、落ち着くために、ちょっと違うゲーム探そう。一回な。まずな。まずな。一回な。絶対するし。いつか絶対もう一回するけど。今日は、これ以上やったら血管ブチ切れて死ぬから俺。吉野家ようこそ。あ、ありがとうございます。私がこの地区担当のエリアマネージャーだ。まあ言ってみれば君の上司になるわけだな。だいぶ結構、こんな温和な顔してるけど、結構厳しそうな人やね。おっと、そう固くなる必要はない。フランクな付き合いで行こうで、一番危ないやろ。嫌な職場。こういうな。いやいや、もっと楽に楽に。友達みたいな感覚で喋ってくれていいよ。目の奥が光ってないねん、そういう大人は。フランクすぎるのも困るがね。はっはっはっは。怖い。怖いよー。そうだ、君のために特別な研修を用意しておいたんだが、受けてみるかね。あ、はい。もう、はいとしか言えません。では早速、研修開始だ。あ、動きが。やりましたよー。皆さん。よくやった。私は嬉しい。嬉しいぞ。こんなこともあろうかと、祝いの言葉を用意しておいたんだ。聞いてくれるかね。あ、ちょっと待っててくれ。用意はしておいたんだが、発表はまた今度にしよう。まあこの程度の実績なら祝辞の用意をしておいたという事実だけで十分だと思うしね。君もそう思うだろう。怖いって、絶対にこいつに支配される。俺はノーと言えない人格がなあ、人格形成この吉野家ですごい怖い、圧がえぐいって。まだあんまパワハラとかの概念がなかった時代なんかな、これ。そうかそうか、賛同してくれるんだな。とても嬉しいよ。牛丼ってのは、いいもんだよな。エクセレント。日々の鍛錬がものを言ったようだな。無論、私も毎日欠かさず鍛錬しているぞ。まあ、週に1日ぐらいは欠かすこともあるかな。それから、歯医者の表だ。それ以外は毎日。まあ、大抵は毎日。ああ、天気が良ければ大抵は毎日鍛錬するぞ。わかったな。君も私のように頑張りそうい。はい。私も、マネージャー様のように、日々鍛錬させていただきたいと思います。あなたの下で働けて光栄です。なあ？お、なんだ？君、一体こんなところで何をしておる？店はどうしたんだね？何がですか？え、そうなの？マジ？素晴らしい。どうしてすぐ言わないかね？言った？いつ？え？今？マジ？何？え？俺なんか飛ばしたテキスト。どういうこと？そうか、くしくも私の瞑想タイムに君は遭遇してしまったようだね。まあよしとしよう。
終わりよければ全てよしだ。正確には終わりではないが気にするな。多少なら気にしてもいいぞ。よし、よくやった。次。いや、話が長いって言われたから要点を短くまとめてみたんだよ。どう思うかね。よし、よくやった。次。少し味気ないと思わんかね。しかし実際これだけなんだよ。あとは全部ヨタ話。よし、よくやった。次。短くまとめたつもりなんだが、あまり効果はないようだな。せっかく一晩寝ないで考えたのに。怖い。怖いよ。この人本当に怖い。ふーむ。まあいいか。俺は日本一の、いや世界一の吉野家の店員になったんか。おめでとう、よくやった。さて、君にはいろいろな店舗を経験してもらったわけだが、どの店舗が気に入ったかね。マネージャー。そうか、それはよかった。あの店舗は君にぴったりだと私も感じていたんだよ。ま、それはそれとして、今度新規に開店する店舗があるんだが、君にはそこに落ち着いてもらおうと思っている。店長や店長や、もちろん君に選択の余地はないよ。怖いんやって。本当に怖い、この人マジで。この笑顔、この笑い方するやつにええやつおらんからな。肩幅もえぐいし、鍛えてんだろうな多分。そうか、それはいい。人間素直が一番だ。それでは紹介しよう。君が生涯を捧げる店舗、この店舗だ。ということで、私はもう生涯吉野家に捧げることになりました。ありがとうございました。新店舗、はい、はい、こっちに座ってほしいんやけどな、あの女の人。アホ、どう考えてもお前ワンオペで回してるって分かってるやろ。俺を振り回すな。もうこいつらは、俺は絶対突破する。なんでお前そこ座んねん、アホ。アホやなぁ。お前が座ったらこいつらひよこみたいに俺についてきて、お前席に座ってこうやって分断されるんやんけよ。お前そっち座るなよ、ボケ。もうクズ持ち、ほんま頼むて。バカなんじゃないのかこいつらは。だってよっしゃよっしゃ、だからボケ敵やお前らは。よーし、いらっしゃいませ。いやー、何こいつ、何こいつ。味かかってきなさい。牛丼仮面、正体不明。店員のスキルがアップするとなぜか現れる謎の人物。これはラスボスやな、正真正銘。え、な、これちなみにさ、失敗したら最初とかじゃないやんな。安静しよう。はい、すいません。痛い。ちょっと待って、殴られた。殴ったらダメでしょ。殴ったらダメでしょ。手出した、お前今。やった。どうしちゃったんだろう。わからないわ。何、怖い、どうした。お疲れ様。オッケー、じゃあ、あれやな、警察に突き出そう。君たちよく頑張ったね。とりあえず俺殴られたもんな、一回。普通に暴力やからね、こんなもん。店長を務める力があるぞ。これからも吉野家のために。パワハラ以外、もうパワハラというかもう傷害事件やからな、こんなもん。すぐ通報しよう。不細は。やねんこいつら。誰一人認めてないからな。今日来たあの左下の客、こうして若く優秀な人材を得た吉野家はこれからもますます発展していくだろう。ということで、クリアできたぜ。これ皆さん、ブラボー、今回の吉野家どうやったかな、楽しんでくれたかい。ふむふむ、そうか、それはよかった。じゃあまた、チャオ。おっと、忘れるところだった。せっかくクリアしたんだからセーブぐらいしていくかね。なんだ、セーブしちゃうのか。君の男気を見たかったのに。マジでぶち殺したいこいつ。俺今まで出てたゲームのキャラの中で一番嫌いかもしれんこいつ、このマネージャー。じゃあ今度こそチャオ。